このバンもどちらも攻撃スキルで、バフスキルがデバフ。よせよごせ。はいどうもー、アコゴスゴスケ配信者のよせよごせでーす。今日は PVP の一般の方で遊んでいきたいと思います。パーティーはこんな感じになっております。で今日はバンがかなり使えるということで、でまあチーム等級9万4000だとチャンピオンだとほぼ負けるんですね。等級がほぼ負けて高校なんですけど、戦績は15戦9勝、まあ6割取れてるはまあいいじゃん、いい方なんじゃないかなって。で鍵となるのがこの回避飯ですね。回避飯を食べることで1回相手のターンを1回攻撃を乗り切れるんで、これでやっていきたいと思います。はい、それでは行きましょう。お願いします。でこれで完璧に相手に上取られるんですけど、こういうパーティーにはちょっとあれですかね、今流行ってるなんだ青豆リーとなんだっけ、バレンティンのデッキにはかなり有効だと思います。で相手がこう必殺が溜まってる時はそれをまず打たせなくしましょう。これは多分必殺パなんで、相手が必殺パなんで、そこを抑えるような動きムーブをしていきましょう。お、回避飯素晴らしい、読んでましたね回避飯を。ナイス読みですね、ナイスですね、ナイスですね分かる人には分かると思うんですけど、ナイスですね。次のターンがさっきね、YouTube でこの前にもう1本撮ってたんですけど、Twitter で絡みのある今絶対 YouTube 載せてなって、惨敗したんですね。ボロ負けしたんです、ボロ負けしたんですけど、それもう消しちゃったんですよね消しちゃったから、まあ、なんとも絶対載せてない言われてもなんともできないですけど、まあね、このね、パーティーを流行らせたい私は。というか、もともとバンが好きで、どうしても勝てなくなったんですよ。誰だあの人が、エスカノールが出てきたぐらいからバンだと勝てなくなって、エスカノールに目移りしちゃったんですよ。なんでね、バンでどうしても勝ちたい、一般を、なんなら上級も。だから死なないで、おし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 、せいそうせいそう、全然 OK 全然 OK。 はい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 、バンを止めに来てますね、これはもう確実に。ただここで金のエロイカを打ちます。金のエロイカだからね、金のエロイカ動画楽しみだ動画楽しみだわーとか言ってなんか言ってますけど、まあ動画消したんで動画消したんでもう乗っかないですね。かわいそうな、10回逃走者の団長マー君さんでした。でここでかなり、おっとっとっと、攻撃封じが来たらこうそう負ける、あれだと攻撃封じが来るんですね。攻撃封じが来ると負ける、確率が高くなります。なぜかというとリリアもこのバンもどちらも攻撃スキルで、バフスキルがデバフスキルがついてるのが、見てくださいこの火力、これ見てください、これえぐないっすか、これがあるんですよ。バンはこれがあるんですよ。一人であれやっちゃうんですよ、これがある。だからバンがめちゃくちゃ強い、マジでみんな使ってみてください、バン。で、なんでこれバンをこんなに押すかっていうと、やっぱ一番がスナッチなんですね。相手のステータスを奪って自分に上乗せした状態で相手を叩く。だから忍耐力とか上がってたり、これも上取られてますけど全然大丈夫です。で例えば上取られる、あ違う、
貫通率上がったり、貫通率上がるのがマメリですよね。で、忍耐率が上がるのが、バレンティン。で、二人とも、ヘビメタ？ヘビメタ？二人ともあれなんですけど、そのステータスをやっぱ奪えるっていうところが本当にいいところだと思います。これかな。これで打てるからこれでいきましょう。で、レベル1でも相当強いんですね。これでどうだ。お、強っ。旗ほら見て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 、これすごいでしょ。すごいっすよ。バン、うちのバンすごいっすよ。うちっていうか、まあ普通にこの武器は、神器は喧嘩祭りで買えるやつです。なんでそんな大したことはしてないはずなんですけど、うちの番強いんですよ。敵かけるかな、これ。あー、そっちか。オッケー。これでいって、回復しておきましょうか。ここで回復しておきます。インベージョンアロー、よし、ぶっ飛ばせ、ぶっ飛ばせ。 OKOKOK。 いやー、でもまあここで勝っちゃったら意味ないんですよ。バンの強さを見せたいんで、バンの札来い、バンの札。でも見てもらった、 OKOKOK、 見てもらったら分かる通り、やっぱりレベル1札、もう一回レベル1札でいきますね。あー、バンかな。お、そっちか、そっちか。 OKOK、 レベル1札で、じゃあちょっといきますね。どんぐらい削れるかっていうの見ててください。ちょっとまあこれ一応念のためレベル3札で見ててください。これ見ててください。これいきますよ。はい、強い。34000。で、このエロイカも全体で打てるんで、もうほんと強いんですよ。結構いろんな、で、今一番最初見てもらった通り、投球10万で11万ぐらいか、あ、10万1000ぐらいか、だから7000差ぐらいあっても余裕で勝てるんですよ、こうやって。なんでこのパーティーちょっと試してみてください。皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。バイバイ。